パリオリンピック、五輪、陸上男子マラソンで6位入賞した赤崎暁。26イコール九電工、がパリの過酷なマラソンコースを振り返った。13日に帰国し、都内で会見に出席。今大会が自身初の海外レースとなったが、自己ベストを1分30秒ほど更新して入賞を果たした。自信を持って挑むことができたと充実の表情を見せた。 今大会のコースは29キロ付近から急な上り坂が続き、五輪史上最も過酷なコース、とも言われた。本当にハムストリングがちぎれるぐらいきつい状態で登っていたと明かしたが、3ヶ月間、坂の練習はしっかりとやってきた。そのおかげで最後の方もしっかり入賞圏内で我慢することができたと大検討の要因を語った。さらに、所々日本語の応援が聞こえてきたり、 最後の方はいろんな方に赤崎と呼んでいただけて嬉しかったとレース中の声援に感謝した。